8月4日金曜日、時刻は夜の10時を過ぎました。こんばんは、あいみょんでーす。やっほー。さあ、今夜は2ヶ月ぶりの生放送となります。前回は岡山でライブをしていたので、収録だったんですが、岡山で聞いておりました。そしてそのマジカルバスルームツアーも、一旦本編31本が、終わりまして、一段落しました。一区切りかな。で、10月からまたすぐにマジカルバスルームツアーの追加公演始まるんですが、今は私はもうずっと家で犬と猫の動画を見たりとか画像検索してて、最近ツイッターに犬ください猫くださいってつぶやいたんです。したらもうみんながもう自慢の我が家のうちの子見てなさいっていう、めっちゃ来て、もうそれだけで本も見て、私のツイッターのとこほんまに4000、初めて人生で自分の誕生日よりコメントついたみんな私の誕生日もっといいんやでしてくれてって思うぐらい、初めて4000いくらぐらい来たんです。コメントって言うんやったっけ、リプライが4000件ぐらい来たなんぼ、すごくない、なんぼやろ。見て、めっちゃ可愛いから、みんななんか元気がなくなったりとか、なんか癒されたなと思った時、私のツイッターに行けばいいよ。で、それもあって、まあ、実家に猫1匹、犬2匹いるんですけど、私もほんまモフモフしたいなっていうのがあって、もうね、ずっと調べてて、可愛い。初めて知る種類の猫とか犬とかもやっぱいるわけよ。ね。でもダックス多い。うちの実家もダックス 2匹で、1匹はダップって言って、プードルとダックスのハーフやねんけど、かわいいですわ。ほんまにみんなの、モフモフに癒されつつ、で、最近はまあ相変わらずコアラもまだまだ追ってるんですけど、まだね、一個ハマっちゃった。ラッコ。めっちゃかわいいラッコ。もうね、で、ラッコって少ないんです、日本の。まあコアラもそうですけど、日本の水族館にあんまいなくて、どこかで鳥羽水族館かなに、ラッコ、めっちゃ可愛い。あとね、カワウソ。なんやろう、ああいうなんかこう、なんとも言えへん顔系が好きなんかな。なんかめっちゃ可愛くて、はぁ、そう。もう相変わらず、そんな動物に、ね、癒されつつですが、もふもふしたいって言ってるけど、かなり暑いじゃない最近。大丈夫みんな。ほんまに。私は寝るときは扇風機でなんとかしようかなと、思いつつあるんですけど、やっぱりね、途中で起きる。うん、暑くって。ほんま外出るときは、とにかく皆さん、熱中症対策をしっかりしてください。私は夏っぽいことは、最近、ヘアメイクさんに呼ばれて、お家に行ったら、子供たちがなんか20人ぐらいいて、初対面の子供たちが20人ぐらいいて、夏祭りのお手伝いをしました。ほんまにこう、お家のなんかこう、周りのご近所さんとか、もちろん知らない方たちもいたんですけど、と一緒に夏祭りをのお手伝いをして、私は、なんだっけ、スーパーボールすくい屋さん担当をしてましたね。で、その後夜、夕方ぐらいになったら、肝試しもあるよ、ということで、しっかり、お化け役もこなし、お札を貼られたらぶっ倒れるっていう、そういうことやってます、普段私。音楽やってない時。そう、実はその辺の、夏祭りで、に参加したりとかしてるんですけど、はい。まあ、暑さに気をつけつつ楽しんでます。そして、今日は言いたかったのが、前回、ミルクせんべい、駄菓子の話で盛り上がったじゃないですか。で、ミルクせんべい、私が言いましたよね。買っていくって、もう次持ってくるよって。もう、持ってきた。マネージャーさんが、よく覚えてたね。忘れてた。って言ってた。車の中で、よく覚えてたね。って。いや、覚えてるも何も、私、放送の日にだって、あとカメレオンキャンディーも、そう、持ってきてるんですよ。カメレオンキャンディーも、あの日、ポチってるから。ミルクせんべいもポチって、でも、
あのこの練乳、この森永ミルクね、この練乳は昨日買った。そう、昨日買いました。で、ここには 1,2,3,4,5,6,7、まあ、私含めもう8人くらいいるんですが、ミルクせんべい食べたことあるのがこの放送作家の宇野くんと私だけということでね、信じられへんってことになって、この放送前にね、ね、もう夏祭り開いたんですよね。そう、ミルクせんべい食べようって食べさせてね。なんかリアクション薄かったよな、みんな。え、ミルクせんべいってなんでこんなみんな食べたことないんやろ。なんかめっちゃリアクション薄くって、なんかこれ冷やした方がいいんじゃないですかとか、これってチョコレートとかかけないんですかとか言って、いやいやせんの、アレンジなんてしちゃあかんのみたいなね。私と宇野くん関西人2人だけがめちゃめちゃ盛り上がったんですが、もうきっと今日はね放送中にも食べていいよって言われたから、そうそうそうね、これみんな食べ方だから、食べたことある人食べ方聞きたいやんな。私と宇野くんはあの贅沢食いが、まあ、10枚20枚重ねるとかね、そういろいろなんかあるんですけど、なんかもし駄菓子これ知ってるっていう駄菓子があったら、食べたことあるっていう駄菓子があったら教えてください。で関係ないけど、私この間初めて、人生で初めてところてん食べた。ところてんって食べるタイミングなかったくないですか、人生で。いつ食べんやろと思って、そう、高知で初めて食べた。高知でところ、そういえばなんかところてんって初めて食べたなって、人生で一回も食べたことなかったなって思いました。はい。それではタイトルコール行ってもよろしいでしょうか。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。こんばんは。今夜は私あいみょんが東京有楽町の日本放送キーステーションに全国18局ネット生放送でお送りします。前回私がシェアへんかったって盛り上がった1997年やったっけ、あれいつやったっけのタイ米、1年ぐらい日本がタイ米やったっていう米騒動、1997年米騒動やったっけ、タイ米やったっていうのか。私もあの1993年米騒動で日本がタイ米になったっていうのを知らなくってって話で盛り上がったんですが、あのそれについてのメールが来てるので紹介したいと思います。愛知県ふさふさより、タイ米トークを聞いて、あったあったあったと独り言を連発しちゃいました。私は実家が米屋のため、米不足の時はタイ米やオーストラリア米、アメリカ米などなど販売してました。特にタイ米は当時の日本人には人気がなく、在庫が残り、1キロ100円？1キロ100円で販売していたのを覚えています。国から決められた量を買わないといけなかったので、赤字でも残るよりマシという両親の考え方でした。それでも残るタイ米は私たちのご飯になりました。あいみょんが言ってた通りに、今みたいにおしゃれなタイ料理がなかったためにピラフ、オムライス、チャーハンのループでしたよ。あー懐かしい。今なら100円のタイ米はバカ売れかもしれません。ちなみに1983年生まれ、当時は小学校6年生だったと思います。米屋や、米屋も大変やってんな。じゃあでも私もこの放送喋ってた、聞いてたから、私岡山でやっぱタイ米みんな知らん人多かったですねっていうのと、うわ懐かしい、忘れてたみたいな、忘れてたって何みたいな感じで、私からしたら忘れる、タイ米になったこと1年間、それは忘れへんやろって思ったけどね。いやいやいや、そうこういうね、だから意外とこうみんながなんやろ、知らへん昔のこととかってまだまだあるんかも。私多分こう1年引きずるもん。今年多分12月までずっとタイ米やったん知ってるって、多分これそれぐらい衝撃やった。そう、いやーこれはいいです。いや確かに100円のタイ米今ならバカ売れかもね。ねー、いいですね。そしてラジオを聞きながらツイッター改め、初めて言う、緊張する、ツイッター改め X でも合ってるやんな。合ってるやろ、X ジャパンでしょ。あ、違うか、 X でね、
盛り上げてください。ハッシュタグはあいみょん ANNG、 ひらがなであいみょん、 ANNG はアルファベットです。番組メールアドレスは AIM@allnightnippon.com、 AIM@allnightnippon.com、 あいみょんのアルファベットは最初の3文字 AIM です。番組の感想や私あいみょんへの質問など何でも大丈夫なので、ぜひ、たくさん送ってください。ということで、あいみょんのオールナイトニッポンゴールド、今夜も2時間よろしくお願いします。それでは今夜の1曲目です。あいみょんで青春と青春と青春。東京都千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中、あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。さて、生放送でお送りしているあいみょんのオールナイトニッポンゴールド、リアクションメールを読みたいと思います。ラジオネームいっち、あいみょんにおすすめの犬がいます。垂れ目の犬、ポメラニアンというアカウントで、飼い主の方が画像をたくさんツイートしてくれてるのですが、多分4000頭のリプの中でもトップだと思います。かわいい。ポメラニアンもかわいいよね。ポメも。これみんな、これさ、白黒のやつで送ってくれてるのめっちゃかわいいやん。これ500枚ぐらい飾りたいんやけど、家に。めっちゃかわいくない？このモノクロの感じ。これ持って帰ろう。かわいい。ほんまに癒される。ラジオネーム、買い物のお手も、買い物お手のもの、モノポリ。難しい名前やな。最近、ラッコやカワウソの可愛さに魅了されているあいみょんさんは、カッカワラビーも好きですか？同じく見た目が可愛い系の動物なので気に入ってくれると思います。知ってるよ。好き好き。なんなら最近私のなんかあの、スタッフさんが、飼いたいって言ってたよ。でも確か飼えなくなったらしい。なんか飼えるんかな言ってた、まるいちゃんが言ってた。そう、かわいいよねこれ。ワラビーもね、かわいい。ラジオネームサムライダー、調べたところ現在日本で見られるラッコは、三重県鳥羽水族館ね。そう、キラかわいいよね、キラちゃんとメイ、そして福岡県マリンワールドのリロの3匹だそうです。ね、自分はカナダへ留学中にホエールウォッチングに参加した時に野生のラッコに出会いました。めちゃくちゃ可愛かったです。うわー、ほう、ラッコってだからめっちゃ貴重なんですよ。確かにちっちゃい時以降見てないなと思う。そう、可愛いよラッコ。ラジオネームストロール、ミルクせんべいを20枚重ねたらどれぐらいの厚さになりますか？普通のせんべいで想像してしまって、そんなに重ねるのは無理だしょと思ってしまいました。あのね、ミルクせんべいって1ミリなんですよ。え、1ミリやんの？1ミリ1ミリ全然1ミリやから、だから10枚重ね、でもこれ10枚入りか。え、じゃあ1ミリよりもちっちゃいな。え、やば、 0.1ミリ。これ10枚、私10枚入りのやつ買ってるんですけど、これで1センチぐらいか。10枚重ねて、サラピンのどこに、あ、うん、10枚重ねて2センチいくかいかんかぐらいよね。そう、だから余裕よ。顎なんて外れへん。20枚30枚なんて平気やん。美味しいよね。あとさ、私さ、もう一匹最近推しがいてさ、あのさ、栗蔵栗蔵ちゃん、ちゃうちゃう犬の栗蔵めっちゃ可愛いから見て。で、なんかちゃうちゃう犬の栗蔵がマリーゴールドをこうやってなんか弾き語りしてるみたいな動画を上げてくれたんです。そう、かわいい。そう、栗蔵です。めっちゃかわいいよ栗蔵。でも結構人気だって、ツイッター8万7千ぐらいフォロワーいるね。え、最近はやっぱこう動物アカウント人気ですよね。なんかおすすめにめっちゃ出てこん、急にね、急に出てくるから。もうほんまみんなもっともっと作って、なんか最初はなんかこう動物、猫ちゃんとかワンちゃん飼った飼い主さんが、その猫ちゃんワンちゃん目線になって、なんか喋ってるインスタってどうなんてめっちゃ思ってた派だったんです。わかる？なんかこう、なんか、お母さん待ってよー、ワンみたいな、こうなんていうの、こう、飼い主がなりきってみたいな。やけど、私あれ最近もう大好きな。みんなもっと作ってって思っちゃう。あの、アカウント、動物アカウント。一番癒されるから、私もやりたいわ、ほんまにやりたい。いや、動物の写真とかもだまだ待ってまーす。そして私の近況ですが、さっきも言いましたが、ツアーが一旦終了しました。4月から始まって、
もうひたすら回ってきましたね。行ったことないとこも多かったから今回は。いやー楽しかった。うん、なんかこう今までのワンマンライブももちろんみんなと距離近いなって思っててんけど、ホールでのバンドでこうツアーってほんま久々やなって思ったんで、距離が近くて、楽しかったですし、何より声出し、うん、はやっぱ面白かったですね。久々の声出しは、変なこと言う人もいるし、もうそれも含めね、なんで今それ言ったとかもあるんです。これ前も話したっけ。なんかほんまにもうこれはあのライブ中も話したけど、なんか私が曲行くタイミングかな、暗くなってるタイミングで鳥貴族って言った女の子がいたんですよ。ほんまに笑っちゃいそうで、そうどうして、いやでもあれ逆になんかすごい鳥貴族って言ってちょっとなんかええざわざわざわみたいになったから回収してあげられへんかったんけど、何やったんやろってすごい気になったりとかね。いやほんまにみんな各地元気で、それぞれの地域の色ももちろんあるんですけど、ほんまみんなとの会話はね面白いなと思いましたし、そして私が一番こうライブ以外で楽しかったなって思うのは、打ち上げがまあできるわけですよ。私ね解禁書マジマジマジ広島泥酔マジやばかった。本気で飲みすぎてなんか途中踊ってたらしいでなんかそう広島めっちゃ酔っ払ってて、で次の日、まあ、帰らなあかんかったから、で朝で二日酔いとかもなくて、で支度してたんですよ帰る。じゃなんかだんでなんかだんだんなんか記憶を飛ばしてて、なんかだんだんなんかこう記憶がこう上がってきた時に崩れ落ちたね。ちょっと待ってみた、私なんか最後店でちゅ可愛くてごめんってずっと踊ってたかもみたいな待って待って待ってどうしようみたいなってで急いで携帯を見返してんやんか、なんか残ってるかもって証拠がって思ったら、とにかく楽しそうな私の写真が、まあ、いっぱい出てくる動画と写真が、踊ってる動画は私持ってなかったから、でも多分絶対オフショットカメラ撮ってるなと思ってて怖ーみたいな。でもその自分の携帯に入ってる写真は楽しそうで、ただあのみんなが撮ってくれた写真ね、全部私あの歯にほうれん草挟まってた言ってよみたいな、わかる？なんかあの広島ってウニほうれんが有名でしょウニほうれん私おかわりしたからか、全部めっちゃ楽しそうに笑ってイエーイとか言って笑ってる動画全部なんかほうれん草挟まってても言ってーとか思いながら、そうでまだ見せてもらってないんです、怖くて、中可愛くてごめんって踊ってるやつでもほんま覚えてんねんかやばかったよとか言ってみんなに言われてほんまそんな良くない。でも解禁書ほんま各地で飲むビールがうますぎて、いや楽しかったですね。いやほんまに日本って美味しいご飯いっぱいで最高やなと思いました。でまあ一旦ツアーが落ち着き、これからフェスゾーンに入ります。私は3本くらい、出させてもらうんですが、まずロッキンジャパンで、その後スイートラブシャワーで、その後はスピッツの、ロックロックこんにちは大阪城ホールですね。いやー楽しみ、めっちゃ。でロッキンは鳥をさせてもらうんですけど、なんやろ、緊張する。フェスはやっぱり緊張すると思う。でももうセットリストも決まってますし、これから、リハに入ります。そしてスピッツの66こんにちはは、いつやったっけな、いつの66ぶりかな出たの。前はねゼップで、忍者がねコンセプトやったんです。その時に出させてもらってからは久々なので、もうめっちゃ楽しみ。ほんまにスピッツファンとしてって思うけど、もうその日はスピッツファンとしてじゃなく、もう本当にアーティスト、お互いアーティストとして、一緒に共演できることがすごく嬉しいなと思います。そしてもう一つ、ここ最近の私の
近況といえばなんですが、スタジオジブリの最新作君たちはどう生きるかで、初めて声優に挑戦しました。あーもうほんまに何ですかね、まあ、他であんまり話してないんですけど、これは声を入れたのは去年の12月ですね。でもう7月、公開の7月までまだまだやって思ってたらもうあっという間に来ちゃって、ちょっと公開3日前とかからやっぱもうドキドキ止まらへんかったですね。もちろん試写会があったので、あの試写で見てたんですけど、あの共演の皆さんともお会いするの初めてで、米津さんも初めまして、初めて米津さんにお会いしたんです。そう、いやそれも緊張しましたし、だから私もうほんまに全然こう何集中できひんくて、ずっとこう座り直したり二の腕つねったり太ももつねったりってずっとしてて、そういやーでもこの間ね、実はあの見に行ったんです。そう、改めて自分の映画館で見に行こうと思って見に行きました。いやー結局緊張した結局めっちゃ緊張したけど、あのとにかくあの一生懸命、やりましたね。すごくこれ以上ない経験やなと思いました。はい、ぜひまだ見てないって方はぜひ見に行ってみてください。でそれ見た時に、あの私はまあジブリが大好きなので、金曜ロードショーとジブリのジブリ展、今寺田倉庫でやってるんですよ。それにも行ってきて、もうその時はもうあのただのジブリファン解放されながら行ってきましたけど、そうまだやってんのかな、そう やってると思う。はい、そんな私の近況でしたさあここで一曲聴いていただきましょう。ここでは私のルーツとなった曲を聴いてもらえたらと思うんですが、まあこのジブリの、流れで聴いてもらえたらなと思います。ジブリといえばもちろんね、新しい米津さん あの地球儀ももちろんそうなんですが、もういっぱい名曲があるんですよ、ほんまにね。まあ、久石さんのねサントラも最高ですが、私が小さい頃からずっと大好きで、あのよくギターでアコギとかでもカバーしてた大好きな曲、猫の恩返しの、楽曲になります。辻彩乃さんで風になる。私がこうやって背中を預けられるのはあんただけやで。ほな鬼退治と行きますか。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。どういうこと、お送りしているあいみょんのオールナイトニッポンゴールド、メール来てます。ラジオネームリンダ。あいみょんが次にライブやるときは歯にほうれん草挟まってるよって叫ぶ人が続出すると思います。とんでもない餌を撒いてしまいましたね。いいけどね、別に言われ叫んでくれてもタイミングだけ考えてくれたら、タイミングだけね、やっぱ暗転中とかはずいかななんか言っちゃう、見えてないやんとか言っちゃう、暗いのにとか言って、そう全然いいよ、言ってもらって。ラジオネームくじのくじら。これはあいみょんさんが泥酔した時にだけ更新される TikTok が開設されるのも時間の問題だと思います。スタッフさんの動向に気をつけてください。ドーン、確かにやりかねへんよね。でもしっかり撮ってるんです。だからその私の中可愛くてごめんは何されるかほんま分からへん、どうしよう。だって見してももらってないもん、まだ特典とかにされるのかなDVD の特典とかにされるのかな、やばいやよだれ出たラジオネームまーちゃん。ライブでファンの方から取り気づくって言われたらコスパの鬼って返せばいいと思います確かにこれさ、みんな教えて、私なんて返していいか分かる。なんか割と MC でその返しみたいなのはでいけてるかなって思ってる方やねんけど、そのあまりにも変化球の場合はこう打ち返せないのよ、ほんまに。コスパの鬼やんほんまやん、マジコスパ鬼やんな、ジャンボ焼き鳥みたいな。ラジオネームワッチ。あいみょんが声優やるとき、番組のスタッフの天敵に読ませてた変なジングルで鍛えた腕が役に立ちましたか。一番役に立ったかもしれへんほんまに、でも私ほんまに
歌入れ以外ないからマイクの前でこう収録するみたいなのでラジオは別やねんけど、だからあのジングルがこうやっぱこう演じてたセリフ、確かにあれでちょっと鍛えられてたとこあったかなと思うんやけど、そうそう、まあ恥ずかしくない、もう恥ずかしくないねん、やりきれ一生懸命っていうのは身についたかもね。うん、でも涙でしたけどね、私も緊張しすぎて、うん、まだ涙出るほどのジングルはないですうん、ないないないさあ続いてはこちらのコーナーです。人生で一度も、人生で一度も口内炎になったことがないという私あいみょんのように、リスナーの皆さんが人生で一度も経験がないこととそれに対する勝手なイメージを聞いていくコーナーです。早速たくさんメールが届いています。ラジオネームヨーロピアンクラッチ。人生で一度もハンバーガーを食べたことがありません。ハンバーガーの時だけハンバーグではなくパティ、パンをバンズと呼ぶのはイキリなのでしょうか確かにな、これ言うよね、パティ薄いあれね。え、ほんまに食べたことないんかな。どっちなんやろ、ハンバーガー言う言う言う。でもこれってなんか悪くない、料理によってなんか言い方変わるみたいなって、これだけ他にもある気せん、なんか料理の時だけこれのバケット、バケットってそれは硬いパンだけに言うやつやろ。あ、それはパンの種類じゃないの。あ、アヘージョンの時確かにパンくださいって言わんか、確かにパン、バンズね言う言う言う。なんかさ、あのさ、コストコにさバンズだけめっちゃ売ってないあれバンズやわ、確かにあれパンって言わんもんね、すごい気づきやわ。ラジオネームわたかしのベッド。僕は地元にピザ屋さんが全然ないこともあってか、人生で一度も一人で電話でピザを注文したことがありません。ピザというのはやはりみんなでシェアしてワイワイ楽しく食べているイメージなので、店員さんに一人だと思われるのに若干抵抗があるので、最初のうちはピザ以外にも何かサイドメニューをプラスして注文した方がいいでしょうか。おー、私もあんまりないかも、ピザを自分で電話で。今ってほらウーバーイーツとかでもできるじゃないですか。電話の出前ってあんまりやらんくなってないですか。どうなんかな。確かに緊張する、ピザ一人でも。なんかおるんじゃない、だからこうコーラえ、うん、送検ピザでいいみたいなピザやのにみたいな感じ。フリーとかやられておらんのかな。で玄関の前に来たらなんかこうテレビの音を大きくしてとか、届いたとかなんか確か私もなんかこう飲食店とかもそうなんですけど、一人で入れへんくて、ラーメン屋とかも無理で、まあ、ギリ入れて喫茶店やねんけど、一人って思われんのか、なんか一人なんやこの人って思われんの、ほんまに私も嫌で。でもね、どうしても焼肉が食べたかったりラーメンが食べたい時に誰も友達おれへんかった時、ほんまもうなんか悔しくなる、自分がこんなばっかりにみたいな、一人で飲食店に行かれへん人間なばっかりに、なぜ今日バナナで終わらなきゃいけないのみたいな。これ飲食店を一人で行くコツ教えてほしい。そう、私ほんまに無理やねんな、どうやって行くの。ラーメン一人で行く人マジですごいなって思う。え、そのために一蘭は一人でしょ、あれも一人じゃない、私から一人じゃない、一人じゃない、あれ一人じゃない。店に入ってそこにいっぱい人がいたらあれは一人じゃないって思っちゃうから、行ったことないかも。そう、あんまもうどうしてもって時は入るけど、ないねー、行きたい一人焼き肉、ほんまに行きたい。ラジオネームなめたけ46。人生で一度も刺身の菊の花を食べたことがありません。あれの正しい食べ方を知っていたら板前の大将に一目置かれるって本当ですか。確かにね、あれってでもえ、なんか醤油に散らすんじゃないの。え、違うん、え、あのえタンポポでしょ
タンポポでしょ。え、それかなんか匂い消しとかじゃないですか。匂い消し。え、食べたことはない。でもなんか醤油の中に散らすんじゃないの、花びらを。で、綺麗だなみたいなことじゃないの。え、違う、その説ない。それはあれか、シソだけ。なんかあのほら花みたいなシソあるやん。なになに、花びらだけちぎってお醤油の中に入れてお刺身と一緒に食べていただくのが正しいかと思いますって、ほら書いてある。やったことないけど、ちゃんとなんかで見た、うん、でも私も結構お弁当とかお刺身とかの横に置いてあるお花の存在に結構いつもドキッとしちゃう。なんかあれ食べれるやつ。でもたまになんかいい、なんかいいとこ行ったら食べれるお花ですみたいなパターンあるじゃないですか。そう、お弁当に載ってある大きいお花とか結構気になるかも。ラジオネームヨーロピアンクラッチ。人生で一度もしっくりきたことがありません。しっくりきたら耳元でしっくりみたいな音が流れるのでしょうか。でもこれはさ、いろんな擬音に言えることじゃない。だってイチャイチャとか、私イチャイチャしてると思うけどイチャイチャとは聞こえてけえへんもん。え、イチャイチャって聞こえてきたら結構やばいことしてません？チャチチュチェチョってダメなんですよ。チャチチュチェチョは人から聞こえちゃダメな音でしょ？え、違う？え、そうでしょ？だから私は聞こえたことないよ。聞こえてやばいと思ってる。そう、確かしっくりも、なんでしっくりって考えたの誰かね。これしっくりくるわ。でも、最近も新しい言葉が、まあ、しっくりみたいなことで言うと、最近新しい言葉で言うと、シンデレラフィットとか、でしょ？進化していくんよ。ね。確かにね、しっくり。面白いね、言葉ってね。人生で一度も、皆さんからの、メールをお待ちしております。皆さんが人生で一度も経験がないことと、それに対する勝手なイメージを送ってください。番組メールアドレスは aim@allnightnippon.com aim@allnightnippon.com。 あいみょんのアルファベット最初の3文字 AIM です。ではここで1曲、お聴きください。あいみょんで憧れてきたんだ。日本放送キッステーションに生放送でお送りしているあいみょんのオールナイトニッポンゴールド。ラジオネームサンドパン。ライブの暗転中にゴーゴーカレーって叫ばれたらゴリラの看板目立つって返しますか。ゴーゴーカレーってさ、東京だけじゃない？あ、あれ金沢、ゴーゴーカレー、あ、それゴリラカレー。あれ、ゴーゴーカレーって何？知らん。あれ、ゴーゴーカレーって何？ゴリラですよね。あれ、あれって東京だけ、東京じゃない？関西あった？あれないんすよ、多分。だからゴーゴーカレーって言われても何それってなっちゃうかも。うん、カレー、関西のカレーってゴー、何有名なんて。何やったっけ、あのさ、目玉、卵、黄身がピョンっての、インディアンカレー、あー、かな、うん、へぇ、ゴリラの看板目立つよね、確かに。あの看板ね。ラジオネーム、ノルウェーバック。あいみょんさんが演出、あいみょんさんが出演する日のロッキンに行く予定です。MC 中に、ホイコーローと叫んだら何と返してくれますか。ほぼ油って返す。ラジオネーム、お買い物、お手の物、モノポリー。ライブ会場で、丸亀製麺と叫ばれたら、あいみょんなんて返しますか。丸亀製麺？明太釜玉かな。私、学生の頃、明太釜玉ずっと食べたんですよ。え、明太釜玉って、学生の頃、全員明太釜玉ちゃいました。そう。一番あれがいいと思ってた。明太釜玉が一番好き。さあ、続いてのコーナーに行きましょうか。マルチバースあいみょん。今いる世界とは別の世界線、マルチバースに存在するさまざまなあいみょんのつぶやきを送ってもらうコーナーです。では、ラジオネーム、オイル袋。シルバニアファミリーを触ったあいみょんのつぶやき。あんたら見た目とは裏腹にカチカチやねんな。せやな、あれ私買ったことないね、シルバニアファミリー。シルバ、あの、私小学校の時偏見クソ野郎やったんで、シルバニアファミリーがあるお家お金持ちやと思って近づかれへんかった。
から私シルバニアファミリー買ってもらったことないけど、あれカチカチよね。なんかあの外側さ、桃のなんかトゲ、桃みたいじゃない、桃の毛みたいじゃない、わかりますよね。鳥だけうなずいてる、めっちゃそう、産毛みたいな、めっちゃ、あの産毛どうやって生やしてんのかね、あの産毛どうやって生やしてんのやろ、すごいよね。ラジオネーム、ふわふわのふちゃん。プーさんになったあいみょんのつぶやき。はちみつ食べたいな。んやっぱりはちみつじゃ食べるより舐めるちゃうな、ピグレット。そうね。うん。ピグレットって久々に聞いた。私、でも私プーさんめっちゃ好きやったな。そう、なんかディズニー、もちろん見てたけど、プーさんが一番最初にハマったかも。蜂蜜は確かに舐めるやんな。そう。ライブ中もよく舐めてるわ、私。ラジオネーム、ヨーロビアンクラッチ。残酷な天使のテーゼを聞くあいみょんのつぶやき。熱いパトス？熱いパトスって何？確かに。パトスって、検索したことないかも。私結構そういう検索、文字、言葉検索オタクなんですが、え？パトス、検索。強い感情の動き、情熱、熱情、激情。へぇー。パトスっていうの、え？外国語？アメリカ？そういうことじゃなく、日本の言葉でパトスっていうのがあるのかな？日本語か、英語みたいな。フランス語？へえ、私も使いたいな。パトス。パトスってここでしか聞いたことない。最悪なあいみょんのつぶやき。あいつ長いな。大かな。つぶやきたくなるときあるよね。女子トイレって未だに長いよ。ほんま全員大してるやんって思うもん。私ほんまに、あの人類の女性史上一番トイレ早いんですよ。ガチ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 。私ほんまに毎回びっくりされるんですよ、人に。友達に。えみたいな。え、早っみたいな。私ほんまに早いから、これでも披露できひんのが悔しい。私めっちゃトイレ早い。これ、早いですよね、私。ほら、うんうんって言ってるもん。私めっちゃトイレ早いもん。マジで早いから。マジで早いから。そう、私はだからね、いつだってしょう。ラジオネームなめたけ46、武士になったあいみょんのつぶやき。麦編みの笹のそなたが揺れる陶器戦火に匂るマリーゴールドね。麦編みのこれ武士ってこんな言葉だ、ほんまに。笹のそなたが、麦わらの帽子の君が、笹の君が揺れた陶戦金貨って言ったんかな、昔は。お花の名前？マリーゴールド。ラジオネーム、レモン&真っ赤っかなトニー。メイドカフェで働くアイムのつぶやき。はーい、ご主人様。いつもターンをしてありがとうございます。今日はお礼に、お気に入りのおまじないですよ。萌え萌え、キュッってするの、もう疲れてんけど、ぼちぼち転職しようかな。絶対転職した方がいいと思うよね。いやー、だってこの後に、シンガーソングライターになるっていう世界線が待ってると思ったら、今すぐ転職したことない。リプライないかな、リップ誰かないかなって思う。転職した方がいいですよって誰か言ってくれへんかなって思うけど。ところで私の今の全力どうでした、どうでした、めちゃめちゃ良かったでしょ、うん、ついてんの度胸が。鍛えられすぎてもう恥ずかしいとかがないもん、羞恥心。困ったラジオネーム、お買い物。もうこれ前から難しい。買い物、お手の物、モノポリー。24時間テレビの企画で、商店の大喜利コーナーに挑戦したあいみょんのつぶやき。私、木久扇師匠とノリ一緒かも。めちゃめちゃ生意気やん。絶対違うし。ほんまに。一番レジェンドでしょ？やばい。あの、商店の大喜利コーナーでも私大好き。結構見ちゃう。うん、すごいなって。私商店結構見るからさ、すごいなって思う。最近ね、新しいメンバーもね入ってね、いいよね、面白いね。はい、
ありがとうございます。面白かったです。このコーナーでも皆さんからのメールをお待ちしています。番組メールアドレスは aim@allnightnippon.com aim@allnightnippon.com。 あいみょんのアルファベット最初の3文字 AIM です。ではここで一曲お聴きください。あいみょんでマリーゴールド。うわーすごい、ちりめんじゃこの中にちっちゃいカニおる。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。時刻は11時になりました。東京有楽町日本放送キーステーションに全国18局ネット生放送でお送りしているあいみょんのオールナイトニッポンゴールド。ここからは先月からスタートしました新コーナーをやりたいと思います。合コンって面白いん？寒さに負けないようなぬくもりで、私あいみょんが今まで経験したことのない合コン、そんな、ある意味憧れの合コンの面白さや裏技を教えていただくコーナーになります。ラジオネーム五郎。僕が最近行った合コンはキッチン付きのレンタルスペースを貸し切ってみんなでワイワイ料理しながら映画やネットフリを見たりするというとてもおしゃれなものでした。恋愛リアリティショーをやっているような感覚で、場所や雰囲気がそうさせてるのか、私いくつに見えるみたいなザ合コン的な会話ほとんどなかったです。そんなのあるの？マジで？キッチン付きのレンタルスペース貸し切って、何人でやろう。なんか始まりそう、なんか始まりそうって、そのやらしいあれでもなくて、なんか普通になんかサスペンス的なことも起きそうじゃないですか。なんかそうあれ誰々ちゃんはみたいな、なんかさっき買い物行くって言ったけど帰ってこないねから始まり、この中にみたいな、始まりこういうのもあるんや。すごいね、進化してるね。ラジオネームユリウスの葉っぱ。合コンで二次会に行く流れを作りたい場合は幹事の女性に媚びを売ってなるべく褒めるようにしています。はあ、狙っている女の子が二次会 OK でも一番権力があってリーダーっぽい人が NG の場合、女の子が全員帰ってしまうことがあるからです。え、幹事ってそんなにマジでやばいやん。え、怖くない？幹事は何になっ、どうしたら幹事になれるの？それはもう合コン歴とかで決まんのかな。あ、集めた人か。あ、集めた人がもう絶対的リーダーの。こ、あ、仕切りが仕切ってるから。マジで。じゃあでも、じゃあその幹事の人さ、とにかく媚び売られててめっちゃ勘違いしちゃいません？全員私のこと好きかもって思ってたら、全員ち、じゃあ二次会じゃあ行こうってなったら全員違う人のとこ行くんでしょ。一番メンタル強いやん、感じって。すごい職業。役職、役職、役職です。ラジオネームパンザワ。合コンで一番面白いのはアフタートークだと思います。うん、合コンが終わって解散するふりをして、男だけで再集合をして、あの子可愛かったとか、あいつ腹立ったとかの感想を言い合う時間がめっちゃ楽しいです。また、LINE を交換していれば、その場で一人の女の子に個別 LINE を送って、誰が最初に帰ってくるかレースも盛り上がります。うわー楽しそう。確かにこっちのが結局女子同士男子同士で喋ってるのが一番楽しいもんね。ねえ、めっちゃ悪口とか言ってんやろうな。めっちゃ悪口とか言われるんでしょうね。私服ダッサかったなとか言われるんやろうな。なんか思ってたより酒飲まんかったよなとか。へえ、面白そう。アフタートークだけのなんかこう、なんかないんかな、番組。合コンアフタートーク番組みたいな。あ、なんか、クイズもたくさん来てるみたいで、合コンクイズ、ラジオネームニードル。合コンで一番気になる人を聞くのは OK か NG か。その場でってことかな。その場でってことかな。え？聞かな始まらんのじゃない？一番気になる人を聞くのは OK だと思います。答えは、正解は NG。 ひゃん。1番じゃなくて2番目に気になる人を聞いた方がいいです。1番気になる人よりも言いやすいし、2番目で名前言われても気分がいいし、みんなの気分を害さないまま期待だけを残せるのでおすすめです。やり方いいん？そんな期待だけ残せ、そんなに駆け引き必要なん？合コンって
好きな人に好きじゃダメなの。よく言うよね。でもなんかさ、結婚する相手は2番目に好きな人がいいとか、なんかそういう理屈。好きな人には好きじゃダメなんや。マジか。ラジオネーム卵焼き太郎、これもねクイズ問題です。合コンで男子同士で気になる子が被らないようにするにはどうしたらいいでしょう。むず。何この、すごい受験みたいな。え、気にならない子が男子同士で被らないようにするには、え、どうすんの。逆にその子のことをマイナスに、違うか、その子のことをの悪いところを嘘で言うとか、その男の子に、気になる子が被りそうな男の子に、なんかあいつが気にしてたあの子、なんかトイレから帰ってきて手洗ってなかったとか言って言うとかで、え、マジか、ちょっとそれないかもってなってる隙に自分は行くみたいなそんな悪い感じじゃないかな。答えは、気になる子、狙っている子にジョッキの取っ手を向けておく。仲間同士の争いを防いでフォローし合います。何これ、原始的やった、もっと何これ、何、銘柄見せとくみたいなことなんかあるやん。これほんまなんかな、ジョッキの取っ手を気になる子に、はあ、あーなるほど、狙ってますよ、争うのはやめようよ、平和に行こうよ、楽しい場にしようよみたいなこと。それで納得する人いる？あの子ジョッキの取ってあっち向いてるから俺遠慮しとくわってなる？好きな人ってそんな簡単に諦められんの？ジョッキの取ってで諦められんの？すごいよ。また問題。ラジオネーム健康第一。問題。合コンのお店選びで一番大切なことは、はい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 。テーブル席、お座敷じゃなくて、めんどくさいかなあ、靴脱いだり履いたり、女の子ブーツとかやったら気使わすからとか、あとなんか女の子も座敷やと思ってなくて、やっぱ5本指ソックス履いてきたとかあるから、私あんねん昔そういう経験。なんかそう、好きな人となんかご飯、そうみんなで行くってなった時に、お座敷の席で取ってあるってやって、待って最悪みたいな、5本指ソックスやえ、これ女の子あるあるやと思うねんけど、5本指ソックス恥ずかしいんすよとか、だからじゃないかな、お座敷を選ばないことが大切なんじゃない。どうぞ。全然違う。駅から程よく遠いお店を選ぶ怖いんやけど、なんか駅まで歩く時間をおしゃべりに使えるし、ワンチャン終電に間に合わないパターンを狙えるから。なるほどね。まあ、確かに、あの、お店から駅歩くまでの時間、確かに楽しいね。なんかちょっと歩幅みんな気にしてるというか、誰がもう一軒行くって言い出すかみたいな。なんか、わかる？改札の前ら辺で一回みんななんか5分ぐらい立ち話して、え、てか、明日みんな何？みたいな。そうそう、わかる？これ。明日のスケジュールを改札前で聞くの。明日何？え、てかもう一軒行けそうじゃない？行く？みたいな。なるほど、これは確かにいいかも。わあ、勉強になれます。ラジオネームチャーリーハマン、合コン用語クイズです。合コン用語でゴッホとはどういう意味でしょう。うわ、ひまわりのゴッホ。え、ゴッホ、ゴッホ、合コンほったらかし、ゴッホ違うか、ごっつい惚れてる。え、略語じゃないんかな、ゴッホって。それか何かの行動ゴッホ、え、なんやろう。あ、わかった、きっと絵描きのゴッホに欠けてるんや。ひまわりぐらい美しくないあの子みたいな。あの子めっちゃゴッホじゃない、あ、繊細、繊細とか印象派じゃないみたいな。あの子めっちゃ印象派タッチじゃないなんか遠くから見た方がなんかこうくっきり見えるみたいな印象派のようね近くで見たらでももやがかってるよく見えへん。はい、正解は合コンが終わった後で
今思うとあの子可愛かったかもと後悔すること。由来はゴッホの絵は生前に評価されず、ゴッホが亡くなってから評価されたから、バリ失礼じゃない今思うとあの子可愛かったかも。やっぱりゴッホとかけてたんや。そうですね、ゴッホはね亡くなってから評価されましたから。でも私はこれ嫌なんですよ。昔から言ってるんですけど、このゴッホの亡くなってから評価された、亡くなってから天才って言われたみたいなエピソードって、私あんまなんかこう、まあゴッホは仕方ないけど亡くなってしまったから、でも今のうちに言われたくないって思うから、そう今思うとじゃなくて、その時可愛いと思っててよって思っちゃうかもね。それをゴッホって言うんや。この人だけじゃなくて、ほんまにあの子ゴッホやったなって。そう、ラジオネーム春ネズミ、あいみょんこんにちは。最近めちゃめちゃ合コンやっている私から、最近盛り上がったゲーム紹介します。お、その名も会話成り立ったらダメゲームです。お、ルールはゲームの名の通り、会話が成り立ったらアウトゲームです。一人が誰かに向かって何かを言う、その誰かは会話が成り立たないようにまた違う人に向かって何かを言うという単純なゲーム。じゃあ会話をせえへんってことね。例えば1人目、今日ほんと楽しかったよね。2人目、キュウリって大きくして種取って植えたらまたキュウリになるって知ってた。3人目、今日犬のうんち立てたんだよね。4人目、眉毛って存在感あるよね。5人目、ああね眉毛みたいになるとこの人が会うと、ああその会話をにうなずいちゃうとダメなんや。一見簡単そうですが、酔っ払ってる時に気づいたら会話になっちゃってます。面白いし盛り上がるので、ぜひ参考にしてみてください。やってみる。うのくんにしてみます。あ、酔っ払ってる時か確かにこう普通にやったら意味わからないでも酔っ払ってへんくても面白いかも。一回ちょっと私も聞いてみる。欲しい犬とかある？確かにあの電車は踏切開くの長い。あ、それで言うと相撲かもいやでも寝る時間によるからね、それね。あ、でもあれかな、一番で言ったら歯ブラシかなでも最近のお母さんはわがままやと思う。あ、わかった、マラソンやんめっちゃうまいやんうのくんすごいよ、めっちゃ才能発揮してると思う。ワードセンス光ってますわすごいすごい。これさ、全然お酒なくても楽しくないこれ酔っ払ってたら多分もっと楽しいやろうね面白い、これはすごいいいと思う。みんなやってみよう。今度なんか私ライブ中にやろう、ファンの人とやってみたいと思います。ありがとうございます。このコーナーでは合コンについてのメールをお待ちしています。実用的な 裏技やさっきみたいな盛り上がるゲーム、失敗成功エピソードなど何でも大丈夫です。番組メールアドレスは aim@allnightnippon.com aim@allnightnippon.com。 あいみょんのアルファベット最初の3文字 AIM です。ではここで1曲お聴きください。あいみょんで真夏の夜の匂いがする。お送りしたのはあいみょんで真夏の夜の匂いがするでした。リアクションメールを読みたいと思います。ラジオネームエブリデイ月指、僕も合コン行ったことないのでよくわかんないんですが、合コンの幹事って管理職手当もらえるんですかね。あるんじゃない、ないんかな。お店予約とかさ、だってそれとか全部やるってことでしょ。やるんじゃない、あるんじゃない。ないんや、めちゃめちゃいい人がやんじゃん。だってそれで媚び売られて相手自分じゃないんでね、もうめっちゃいい人やん感じて。いやちょっと合コン楽しくなってきた。やっぱねちょっとね、さっきも宇野くんの才能が開花しちゃって、あのゲームのね、すごいよね。ね、やばい。ラジオネームランド、5本指ソックスって正直お父さんが履いてるイメージしかないんですが、あれって何がいいんですか。あれって結構良くなるんじゃないの。指を5本に分けてなんか足温まるらしいから、結構冷え性の方は履いてるそうなのよ。だから今日なんか座敷って思ってなくて履いてた時はもうほんみすいで靴、何靴下買いに行くもん、もう恥ずかしくて。ラジオネームカーバンクル、
合コンのクイズに対するアイムの答えが的外れすぎて合コンマスターへの道はまだまだ遠いなと思いました。俺たちが鍛えてやるしかないか。いや頼む。あと私はさっきのゲームも鍛えるってことを誓った。うん。そこの T シャツどこで買ったの？ああ！嘘でしょ。まだまだやわ。今何言われてもユニクロって言おうと思ってた。そもそも？事故事故。私がちょっとたまたま T シャツって言っちゃったこと？あ、T シャツの種類はって言ったの。なんか言われたらユニクロって頭の中に入れた。一人っ子？さて。そのネックレスどこで買ったの？ルイージかマリオで言ったらギリルイージ。それそれ、うん、それそれ。はい。ラジオネーム関西育ち。先ほどお刺身の菊の話です、花ですが、スーパーなどで買うお刺身に添えられている菊の花は食中毒予防殺菌効果があると思います。ほら、あ、ほらって私言ってないかこれ。人の手柄を。個人の飲食店で働いた時、暇な時食用の菊の花びらを1枚ずつちぎる仕事もあり、お料理にちぎった、花びらを添えてました。食べるお客様多かったですよ。わあ、すごいね。追記、マネージャーさん、あいみょんの練乳塗りのミルクせんべい美味しかったでしょって来てますよ。でも一番リアクション微妙でした ね。なんて言ってたっけ、一言目ほにゃーって言ってたよね。はにゃーって言ってたよね。あーまあ、一番微妙なリアクションしてましたけどね。ありがとうございます。そしてここでは1曲、お聴きいただけたらなと思うんですが、日本放送の地下にある CD レコードルームから私あいみょんが気になった1枚を持ってきて聴いていこうと思います。今日も行ってまいりました。今日紹介するのはチューリップさんのサボテンの花です。もう大名曲なんですが、私がこの曲を知ったのはもうもちろん何物心ついてから、これリリースが、97年なんですね。私が2歳なんですけど、まあ、知ったのはやっぱ小学校高学年とかかな、親が聞いてたか、なんかテレビ番組で一つ屋根の下が紹介されててとか、うん、音楽番組でなんか聞いたことがあるっていう感じでしたが、もうそれずっと聞いてますね。チューリップ大好き。これしかもまたおしゃれね。すごい。800円です。すごい。で、未だにすごい大好きな、曲なので、こうちょっと見つけてテンションが上がりましたね。やっぱ短冊ってあるとテンション上がる。当時これでね、リリースしてたんやと思うとね、すごい。じゃあ、その、短冊の CD で聴いてもらえたらなと思います。それでは聞いてみましょう。チューリップでサボテンの花。今日こそはおしゃれにアイスコーヒーを注文するぞ。グランデグランデグランデ。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。あ、アイスコーヒーエルスンで言ってるやん。東京楽町日本放送キーステーションに全国18局ネット生放送でお送りしているあいみょんのオールナイトニッポンゴールド。ここからはこちらのコーナーに、あ、その前に、その前に、あ、違う、こちらのコーナーに参りましょう。ジングル採用センター。この番組のサブ作家天敵が書いている恥ずかしジングルをリスナーの皆さんから募集しました。先ほど冒頭で流れていたのは先月採用したジングルですね。ラジオネーム金色天候からの恥ずかしいジングルでした。エルスン、エルスンね。で、いいものがあれば来月の放送で採用したいと思います。それでは早速読んでいきましょう。ラジオネームウォンテッドハリー。うちのマイクもギターもお気に入りの洋服も奪えることはできるかもしれへん。せやかて奪えんもんもあるで。それはうちがあいみょんっていうことや。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。嫌な女ね、人気でへんこれは、私を奪えることはできるかもしれない。ギターも奪わせへんよ、奪わせへんよ。ラジオネームすくいぐる。敗北ってこんな気持ちなんや。う
ちが知らん世界に気づかせてくれてありがとうな。あんたのおかげでうちはもっと強くなれる。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。これよくない？え、違う？うん、なんか好き。うん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 。なんかやっぱみんな関西弁やねんね。めっちゃ。いいよ、関西弁じゃなくていいのに、私標準語喋りたい。標準語喋り、なんか関西弁多くない？あと、うちって言わんからな、普通。あんまり。嘘。ラジオネームがなめたけ46。起きた？おはよう。うち結構前から起きてた。ずっと寝顔見てたよ。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。起きてる時はかっこいいけど、寝顔が可愛いのも好き。関西弁やん。うちって入ってんねん。うちって一人称、なんでみんなそんな気に入ってんの。私は私って言うんやけど、一人称。私なんかさ、関西人の人、うちっていうイメージ持たれてるけど、言わんくない？関西人のうちって家のことじゃない？うちんちはっていう。え、それ全国？うち、あ、え、なんか女の子でうちはって言ってる子、見たことないけどな。小学校の時おったっけ、今、おれへんくない？うん、おれへんやろ、うちはって。それみんなどうしたんやろ、取り憑かれてるうちに。ラジオネームハートマト。もうダメ、歩けないよ。金曜日のデートの帰り、慣れないヒールを履いた君が立ち止まる。じゃあおぶってやろっかと僕が言うと、なんか子供みたいでやだと言って、君はヒールを空に向けて飛ばした。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。電信柱の横で楽しい土曜日が待っている。何これ？ハイボールの CM かなんかですか？なんか綺麗なお姉さんは好きですかみたいな感じのニュアンスを感じるね。昔のね、CM みたいな。君はヒールを空に向けて飛ばしたって激危なくない？激危ないです、これは。刺さるから、あれ。はい。ラジオネーム、セイニョン。こぶた、たぬき、きつね、猫、孤独、苦しみ、惨め、メガネ割られる。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。つら。よく考えたね、これ。子豚、たぬき、孤独、苦しみ、惨め、帰りたいとかね。独り言で言ってそう、独り言で言ってそう。はい。最後です。ラジオネーム、海田。推しが突然メンズのストリートブランドのパーカー着出したら、彼氏の影響やから気をつけや。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。そうなん？怖、気にして見ちゃうねんけど、そんなん。メンズのストリートブランドのパーカー。ストリートブランドって何？なんかスポーツ、あー、ちょっとなんとなくわかるね。でもそれは彼氏の趣味にもよるやろうけど、その子の趣味にも。こういう警告、警告。あとやっぱ関西弁、ちょっとみんなもうちょっと私に可愛い標準語を喋らせてよね。さあどうでした？そうやね、私好きやったのはね、まあ敗北かな。敗北か。そうね、やっぱ敗北かな。なんか私すっごいなんかしっくりきちゃった。なんかよくない？敗北ってこんな気持ちなんや。うちが知らん世界に気づかせてくれてありがとう。誰に向けてるかもわからへんっていうこの感じ。あと誰に負けたんやろ私っていうね。これ採用しましょう。やったね。ちょっと次から標準語、あと他のさ方言とかも喋ってみたい。私さ、あの博多弁めっちゃ好きやねん。あと最近やった高知の言葉、土佐弁、土佐弁、ヤキーとかシチューキーとか。え、私にちょっとみんな方言喋らせてよ。関西弁しか喋ったことないねんもん、人生でずっとね。ジングル方言バージョンお願いします。いい子のみんな、早起きは三文の徳って言うけど、
3問って今のお金にすると60円ぐらいだから、レジの方がマシだね。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド、ヘラヘラすな、ヘラヘラすなです。めっちゃ面白かったよもん。これ3問って今のお金にしたら60円ぐらいだから、寝てた方がマシ。それでしかないねんけど。あー、東京有楽町日本放送キーステーションに全国18局ネット生放送でお送りしているあいみょんのオールナイトニッポンゴールド、メールを見たいと思います。ラジオネームメイキングクッキング。推しがストリートブランドの服を着出す件ですが、シュプリーム、オフホワイト、ステューシーを着てたら怪しいと思ってます。着るやろ。私も着るで、ステューシーぐらい着る着る着る。だって全然みんな着るくない？え、みんなそんな目で見てんの？うちらのこと。もうちょっと楽に生きさせてよ。もうちょっと楽に生きさせてよ。何でも好きなもの着させてよ。ラジオネーム、はるかで。合コンの幹事の手当ですが、お店の予約や支払いをするときのポイントはたまりますよ。コロナ前は1回あたり10人ぐらいでやる合コンは多かったので、それなりにポイントはたまってました。え、そんなポイントのだからポイ活でしょのために漢字、私漢字やります、ポイント取りたいんで的なこと。それはもうだから好きな人を見つける目当てじゃない人もおる可能性は出てあるよね。ポイント、ポイ活や。すげえ、ほんまに未知の世界なんですけど。ラジオネームナール。合コンの漢字に役職手当てはないと思いますが、だいたい自分から漢字をやる人は料金をちょっと高めに集めてちょろまかしてると思います。あるんじゃない？でも、だってさ、酔っ払ってみんな盛り上がってるからさ、そんなさ、いちいち自分が何杯飲んだとかさ、これがいくらやとか覚えてへんわけ。ちょろまかしやで。いくらでもちょろまかせる。だから目当てじゃないよ、漢字やる人は。別に男の、彼氏いんねん、多分。はぁ、彼氏彼女いるんやと思う。一番怖い感じだった。ラジオネーム、105、フォトブック105。さっきの会話ゲームについてメールしました。あいみょん、昨日はビール飲んだ？いや、新幹線を混んでた。うのくん、明日のご飯をおでんにしようと思ってるけどいい？キアヌ・リーブス。なんかお単語で返してこういうメールでもできんのか、うん、あ、ここにおかずついてんの、口におかずついてんの、糸用事してから歯磨き粉。順序聞いたと思ったんや。歯磨きの順序聞かれたと思ったんや、今まで。これあかんな、ほんま面白いな、ずっとできちゃうね。ラジオネームポッチ。会話成り立たないゲーム。なんで歌手になったんですが、あ、なんで歌手になったんですか。山登りだけはきつかったな。うん、うーくん、なんで放送作家になったん。消しゴムの角見たから。それなんかちょっと会話っぽいやん。見たからって言っちゃってるやん。ゲージホームの角見て放送作家になろうと思ったん、うん、すっごいやん。誰ぞなんかトンチみたいな。やばい、このメールすごいな、みんな来る。確かにね、メールやと簡単かもね。ラジオネーム四つ葉のクローバー。会話成り立ったらダメだよね。明日何時頃起きる。いや、あの時のライブは最高かったな。ごめんな、最悪、ごめんなさい。ほんま今なんかめちゃめちゃ、あ、滑るってこういうことなんや。これ滑るもあるんや、メールやと。最悪やん。こうやって目の前にいてやるから滑るとかないけどさ、これメールやと滑んの。めっちゃきつい。今日なんか眉毛整ってんな。骨董品はツボ一択。マジ天才かも。大会開いた方がいいよ、これ。うん、くん、出た方がいいって。漢字なり、それの漢字。ほんまに。なった方がいいよ。ラジオネーム、戦国時代。あいみょんの声の仕事は、スタジオジブリと恥ずかしジングルと萌え萌えキュンの三本柱ということが分かりました。やめてよ。萌え萌えキュン、絶対スタジオジブリと並んだあかん。何をして、並ばせたあかんよ。そんなことない。私の声のお仕事はシンガーソングライターですよ。ラジオネームハートマト。ライブの暗転中に、タニタノと叫んだら、社員食堂と返してくれますか？え？何？タニタノ社員食堂。タニタノって言ったら、体重計しか分からへんねんけど。社員食堂もいいよ。え？
食べれるご飯食べるところがある、はあ、すごい。タニタといえば体重計じゃない？違うのかな。私結構タニタといえば体重計なんですけど、宇野くんはタニタといえば五臓六腑に染み渡る考えてた考えてるやろ。もうちょっともうほんまに意味わからんで、ほんまに。だから意味わからんねんラジオネーム、そういうことね。私はバスケをしてた時に5本指ソックスがおすすめと聞き使ってました。普通の靴下より踏ん張れるらしいです。あーでもそうかも。やっぱこう指一本一本がなんかこう独立するから、なんか確かに。でも陸上やってたけど5本指ソックス勧められたことないかもしれへん。うちのお母さん5本指ソックスとか嫌いやったから、洗濯もめんどくさいやん。あれ指一本一本ピッ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 って出さないと裏返して脱いだら、そうそう嫌がってたけどね、うんうん、ラジオネームナイスナイス。あいみょんさんは一人でラーメンを食べたことがないということですが、そうなるとラーメンを食べるには店舗を貸し切るしかないんじゃない違う、それはそれで違うだってもうなんで店員さんに傲慢な人間と思われ、しかも一人かい。もうそのダブルパンチ、もう麺の味なんか感じひんよ、ほんまに感じひん。そういうことじゃないねんな。貸し切りやったら OK とかじゃない。だって店員さんがいるやん。店員さんに、なんかどっちかというと店員さんに対して思うって感じなの、一人って思われるのが。そういうことなんですよ。ここで、ね、東北放送でお聞きの方とお別れです。その他の曲でお聞きの方は引き続きお付き合いください。それではあいみょんで愛の花。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド、お送りしてきました。あいみょんのオールナイトニッポンゴールド。いや今夜はね、いろんなやっぱゲーム盛り上がったね、うん、面白かった。すごいみんないっぱいメールありがとうございます。さあまだまだ読みますよ。ラジオネームリッチ。推しのストリートブランドの服ですが、ハフ、スラッシャー、カーハートの場合はただスケボーが好きなだけなので今まで通り押してもらって大丈夫です。ありがとうございます。じゃあハフはねよく着てるんですね。カーハートもね、やっぱそうなんや。カーハートとスラッシャーとハフってスケボー好きなだけなの。私なんかそういう感じで洋服見たことないかも。でもなんかもう気にしちゃうわ、ほんまに。怖い、ほんま怖いです。気にしながら。ラジオネームおうちゃん。うちって言わないあいみょんはわてでっしゃろ、でんがなまんがな言いますか。あーでもでんがなまんがなはなんかその女の子同士とかで喋ってる時に、いやなんとかでんがなとかは言うよね。お母さんも言う、ちゃいまんがなって言う。言うやんな。え、うのくんめっちゃちゃいまんがなっていつもめっちゃ言ってえ、言ってる言ってる。気づいてないねん。怖い。言ってる言ってる。うのくんちゃいまんがなめっちゃ言ってんで、ね、ガチガチガチで言ってる。あとさ、でっしゃろも言うてるわ。言ってるって。いや嘘ついて、ほんまよくないわめっちゃ言ってんねん、ほんま。言ってます。こうゆうゆう関西人をね、ゆうゆう。ラジオネーム渋谷のやすひろ。あいみょん生放送お疲れ様でした。明日の予定が決まりました。君たちはどう生きるかを見に行って、その後鳥貴族で一人で飲んでミルクせんべいを買って帰ろうと。最高やんか。めちゃめちゃいい夏休みやんね。みんな夏休みでしょ今。あでもそっか、夏休みなのは小学生とかだけ。え、高校生も大学生も夏休み。え、みんな同じタイミングなんですか。やば。そっかそっかそっか。通りで最近やっぱ街に人が多いんやね。ぜひね、鳥貴族行って飲んでミルクせんべい食べて帰ってください。いや今日はやっぱあのさっき今さ、ツイッターさピロピロさ見てるんやけどさ、ピロピロ見てるんやけどさ、やっぱさ宇野くんの才能が開花しすぎて、みんなに宇野くんのことが存在がバレ始めてますけどさ、どうでしたか。ちょっとこれ僕が答えてるのおかしいから、うん、多分やる。そう、答えてもらった方がいい。こっちが出して持っとき。私めっちゃ強いから隠す。いいですか、うん、この夏どっか行く。ほんまに寝相悪い。なんでこんなわけなあれ、あれはじゃあ一番好きなアルファベット何。鼻の骨折が一番痛かったフ
鼻の骨折が一番痛かったかも。ご飯のお供第1位は、お父さんは私が21の時かな21の時の子かな、うん、向いてないかもわかんないですね。おい、ぬくん明日何食べんの？ヨーグルトアイス。今ブリッコしたやろ。ブリッコしたやろ。なんか今日出す方の出す方しかなかった。ブリッコした絶対。いや、これはまたやりましょう。鍛えてこ。はい。あいみょんのオールタイムニッポンゴールド、次回は9月1日金曜日夜10時からです。まだ喋れる？あ、まだ喋れる。はい。喋れるとか言って。このゲームは私はいつか絶対、あ、てか次の追加公演でやろう、次の追加公演でこのゲーム MC でやろう、やってみよう。でもみんな一気に喋っちゃうからちょっとしてね、ホールやから聞こえると思うし、やってみようね。お願いします。皆さん楽しみです。ツアーもフェスもそうですけど、うん、まだまだあといろいろなんやろ、まだ言ったらあかんこととかもあるから言われへんけど、まあ制作とかもねやったりとか、あとそう、この間高知に行ってきたんですよ。朝ドラで高知が舞台なんですけど、初めて牧野植物園に行ってきて、いやーすごかった。めっちゃ素敵な場所でした。そこで歌をね歌ってきたです。弾丸高知やったんやけど、朝ドラに絡んだこう活動みたいなのは今結構ちょこちょこやってるので、それも楽しみにしてもらえたらなと思います。ん？あ、そう、前回岡山でこれ聞いたらいいよとかやつあったじゃないですか。あれはやったよ。なんかほら、広島と岡山のなんか県境、ここの地域、福山、あれそうでした。やっぱ聞いたらそうそうそうって言ってた。あと何やったっけ、あと何やったっけ、あとね、何もやらなかった。うん、それだけ。デニムマン知ってるとかいうのを言って、なんかきびだんごがあるとき、これ今ちょっと聞いてる、みんな、あ、エイムのみんな聞いてる、そう、岡山のライブできびだんごがあるときってほんまやりたかってんけど、めちゃめちゃいもった。じゃあやっぱさ、滑んの怖いねん。さっきのゲームでもやっぱドキッとしたもん。自分縮まるから、きびだんごがあるとき言われへんかったの。反応してくれんのかな。でも岡山のみんな元気やったから、もしかしたら大丈夫やったかもしれないですけど、すいません、ちょっとやらなかったです。そう、やらなかったですけど、ライブはすごく盛り上がって、あ、この間ライブね、このあいみょんのオールナイトニッポンゴールドチーム、ライブも来てくださってありがとうございました。はい。突然のお礼で、こういう ああいう場面も見てもらえてよかったです。こんなね、歌を歌ってるとこも見てもらえてよかったです。ありがとうございます。さあ、今日寝てね、今日寝るまで何すんの？うまく柔軟剤一回買ってからかな。滑ってんの出しすぎやねん、問題。滑ってんの、出しすぎてんのよ、問題。あれ、うのくん、坂まつげ？いや、口まつり。では、今夜はこの辺で。ここまでの相手はあいみょんでした。またね。